一方、新型コロナの検査費用は今日から自己負担となり、薬局での無料検査も終わります。このうち、これまで県内4店舗で無料検査を実施していた溝上薬局では、終了を知らせる案内を各店舗に掲示していました。通常業務を行いながら、もうずっと電話がこう鳴り止まないような時もありました。検査の結果見て、陰性のが証明、確認できたっていうのは、安心して帰られる方も多かったと思います。この薬局では、基礎疾患や副反応の懸念など、健康上の理由でワクチン接種を受けられない人や、12歳未満の子どもを対象に、おととしの12月から無料検査を行っていて、多い日には1日100件ほどの検査を行いました。今日から有料の検査キットを使って検査することになります。PCR 検査は終了になりますが、抗原検査キットは2000円前後で販売していて、今後も販売を続けるということです。